行くぞ。今だ。奪え。あいつは任せて。いや、はっ、エルストだ。無駄だ。さすがジョーカー、神人だ。終わりだ。来い、嫌え。エルストだ。ジョーカーのスキルがヒット。さすがジョーカー、奪え。エルストだ。エルストだ。強敵だし、疾風属性効かない。ジョーカー強敵を撃破。さすが。これで邪魔者は片付いたの。手こずらせやがって。任せた。任せて。すげえ似合うわ。顔もそうだが、マウリさんとは思えないよな。やがましいわ。お前らいつかしょっぴくからな。マジで？よし。飛行船か。空からの眺めはまさに壮観だった。我が輩、まだ足元がふわふわするぞ。楽しかった。また乗りたい。好きなだけ乗れよ。この絵を叩きのめした後でな。やっ、はっ。前方の安全確認。シャドウはいないわ。これ頑張りやー、アキラー。悪を倒せ。人がこんなに、どうなってるの。こいつら、改心されたシャドウか。皆さん、まもなくヒーローアキラのヒーローショーが開演します。さあ、ステージの前に集まって、みんなでヒーローアキラを応援しましょう。ヒーローショー、この絵のか。面白そうだ。見ていこう。ああ、見ろよ。ガードたちが警備を固めてる。見つかったが最後、一斉に来られてアウトってか。ここは引いた方がいいかもしれねえな。札幌でもこういう感じのあったよね。お掃除非法大行進か。あれは現実で大掃除してたよな。今回も同じかも。それってこの絵が現実で何かしてるってこと？だとすりゃ、それが終わればこのバカ騒ぎもなくなるのか。情報収集は必要ね。現実に戻って確かめてみない？よし、そうと決まれば一時退却だ。この絵が何してるか確かめようぜ。じゃあ帰還だな。マディス社が開発された絵馬は世界中で大人気ですね。日本のものづくり産業が行き詰まる中、 AI 分野での成功は明るいニュースです。日本の新しいリーダーとして近衛社長に期待を寄せる人も多いとか。そこまで大層な人間ではありません。ですが力を尽くしていくつもりです。これから世界は大きな変革期に入るでしょう。私はその変革をリードしたいと思っています。ありがとうございます。大変な人気ですね。聞けばエマのサーバーは東京電波タワーに置かれているとか。かつて東京電波タワーは新しい時代の発信源でしたが、エマもまた AI 時代の発信源となっていくといいですね。ええ、私もそう思っています。 AI はまだまだ発展途上の技術ですが、人々の暮らしを必ず豊かにしてくれるでしょう。それだけに先日のエマのサービス休止には多くの方面から残念がる声が上がっています。なぜ回答団はマディス社のエマをターゲットにしたと思われますか？
エマには膨大な個人情報があります。それを狙ったのでしょう。あるいは AI によって世の中を良くしようという我々の理念に反発したのかもしれません。今までは義賊とも呼ばれていたようですが、大方カムフラージュだったのでしょう。気に入らない人間を脅迫し、思いのままに操る、そのような非道を平気で行う悪党です。薄汚い犯罪者などに私たちは負けません。断固として戦っていく所存です。近衛社長は先日の会見でも悪への怒りをあらわにされていましたが、それは近衛社長ご自身のご経験などが関係しているのでしょうか。ああそうですね、私は幼い頃身内をある事件によって亡くしました。その体験が私の中に悪を憎む心を生んだのかもしれませんね。とにかく怪盗団のような連中をこのままのさばらせるわけにはいきません。全くもってその通りです。怪盗団事件の一刻も早い解決が望まれますね。あのヒーローショーの元凶はこれか。て、好き勝手言いやがって。けどこの絵の人気すごいぞ。 SNS のホットワード総なめだ。それ全部改心された人たち？いや、夏音みたいに偏った人気じゃない。こりゃ普通のファンも多そうだな。みんな正体を知らないままこの絵のカリスマ性に惹かれてるということかしら。確かにマディッシャの業績はすごいけど、あんな奴のどこにそんな魅力あんだよ。裏を知らなければ毅然と悪に立ち向かう立派な社長さんに見えるのかな。指導の時を思い出すな。まあ人間ってのは結局のところ楽で安心な方に転がっちまうからな。そうなのか。選択だらけの人生の中で聞こえてくるのは先々の不安ばかり。未来が見えない以上自分に最善の答えを教えてくれる何かが欲しくなる。結局はこの人についていけば楽そうだって相手にすがっちまうのさ。それが以前は指導、今はこの絵になってるってことか。エマって身近なものを使ってるだけに政治家よりも立ちが悪いのかもしれねえな。でもそんな人任せな生き方でいいのかしら。誰もが自分を信じて生きていけるほど強くはないってことだ。まあ俺が言えた話じゃねえが、そういう奴らの目を覚まさせるためにも悪党の正体を暴かねえとな。ええ、改心を悪用するような人をこのまま野放しにはできないわ。あの馬鹿げたジェイルごと絶対にぶっ倒してや。ダメ、お腹と背中がこんにちはした。おいおい、緊張感どこ行った？確かにお腹空いたね。ずっとジェイルの中を走り回ってたから。晩ご飯タイム。何食べる？やっぱ大阪といえばたこ焼きか。いいわね、街を歩いてる時にいろんな味を見かけて気になってたの。ほう、さすが天下の台所だな。たこ焼きにそんなフレーバーがあるとは。やっぱ大阪って言ったらこれだよな。でも驚いちゃった、店によって全然味が違うんだね。いろんなお店で買ってみて正解だったわね。これが本場の味というものか。何より安い。モナは食べないのか。熱々は危険だからな、後でもらうぜ。ソフィアもごめんね、私たちだけで楽しんじゃって。私は AI だからな、後でデータだけもらうぜ。そうしょげるなソフィア、後でジェイルに持ってってやる。本当か。ありがとう。こうやって行った先のもん食うのやっぱいいよな。おっさんも来りゃよかったのによ。帰れる距離だから帰るって。茜ちゃんが帰りを待ってるから。
事件に早く片をつけて一緒にいられる時間が増えるといいわね。そしたらおっさんも年貢の納め時だな。デレデレのおっさんになるぞ。それにしてもわからないことがある。この絵は何のためにジェイルなんてもんを作ったんだ。大和田ってやつに言われたからじゃねえの。でもそれだけとは思えないわ。ジェイルの中で全ての人を救うってアナウンスが流れてたでしょ。ああ、あいつのジェイルを見てればわかる。やつは自分の行いに絶対の自信を持っている。自分こそが正義だとな。ヒーローを自称する男だ。私欲のためではないということか。少なくとも何か奴なりの理由があるんだろうが。ジェイルで待つキングに会えばその謎も解けるわ。今は目の前のことに集中しましょう。そうだな。今日はしっかり食って休むとするか。じゃ残りはいただきます。おい、一人で食いすぎだろ。ここから先は早い者勝ちってことで、みんな急がないとなくなっちゃうよ。奥村春、受けて立ちます。ちょっと私も。調子はどうだ。もしかして。よ、
仕事の時間だ。ようこそタイムセール。お買い得。何個欲しいんだ。これ毎度大きに。これ毎度大きに。何個欲しいんだ。これ毎度大きに。何個欲しいんだ。これ毎度大きに。よし、一暴れするとしますか。全開。元気100倍だな。棒状も決まっていこう。お前ら抜かるんじゃねえぞ。敵はいないみたいだね。いい調子ね。行くぞ、くらえ。敵はまだ来る。気力の温存をおすすめする。敵が減ってきたら押し切りましょう。行くぞ、くらえ。ふん、重音属性が弱点だ。手が続いて。あいつは任せて。格下だが火炎は効かない。注意な。敵の攻撃が来る。みんな備えて。ヒーローショーとやらは終わったみたいだな。どんなショーやってたんだろうな。ちょっと気になるぜ。王城に潜入したら一気に上まで駆け上がることになる。準備はできてるか。よし、行くぞ。よし、敵は見当たらないな。このまま一気に駆け上がるぞ。なんかあっさり入れちゃったね。静かなもんだ。王女ってのはいつもこうなのか。そんなことはなかったと思うけど。猛烈に嫌な予感。こういう時は大抵。なんだこの光は。綺麗だけど何かの仕掛け。どう見てもヤバそう。侵入者を感知、強制転移を実行します。ワープ装置か。これ罠かよ。早くこっから出て。待って、スカル。下手に光の囲いからはみ出たらちぎれる。嘘だろ。何、どうなったの。強制的にどこかへワープさせられたようだな。教授、ワープ用意した。つうか、牢屋ん中か。最近俺ら捕まってばっかじゃね。早くここから出ないと。まあ焦るな。こういう時は周りをよく見ることから始めんだよ。向かいの牢、扉が開いてるわ。あそこまで行く方法はないかしら。宝箱発見ね。どうする。
箱の中身は何だろうな。ほっほう、これはいいな。ふん、はっ、何かあるようだ。いたよ。どうする？いつでもやれるぞ。暴いて。前に気をつけろ。やだ、もうチャンスじゃん。うん、やってしまうぞ。いくぞ。いただいていく。ソーサーのスキルがヒット。かっこいいじゃん。ヘリスロー、疾風弱点の格下だ。サクッと行こう。奪い出てきた。ここだ。もう少しだよ。ハッハッセイセイヤセイハッ。大勝利、イエーイ。オーケー、出発だ。いい位置だね。一気に行きましょう。これ楽勝かな。油断はしないでね。行くぞ。スマッシュ。ジョーカーかっこいい。わー、かっこいい。奪え。さあ、やっ、くらえ。あと少し。さあ、片付けましょう。はっ、ここか。来い、くらえ。隠しただけど電撃効かないから注意な。俺たちの勝利だ。どんどん行くぞ。シャドウの気配なし。よし、行けるぞ。がお出迎えか。じゃあさっきの罠、こいつらの仕業ってことだったらお礼しねえとな。おとなしくやられとけ。ヘルストラ、倒れろ。ヘルストラ、交代だ。オッケー、ゲットレディ。こういう時はアイサーがダウン。大丈夫か。オッケー、切れた。
倒れろ。うまいぞジョーカー、ナイスだ。来い、いただいていく。さすがだジョーカー。一掃する、行くぞ。いただいていく。呪音属性が弱点だ。手が抜く、いけ。おさすがジョーカー、神一重だ。ここだ、ショータイム。ジョーカー、やっちゃえ。たっ、せい。ここは安全みたいだね。このエレベーターで上へ行けそうだけど、ロックされてるな。どこかで解除できるかもしれないわ。ここセキュリティールームだな。ここで上層階へのエレベーターをロックしてるみたいだ。解除すれば上へ行けるということだな。ハッキングできそうか、ナビ。当然、いつでも行ける。護衛は頼んだ。よし、やるぞ。ちゃんと守ってくれよ。仕掛けるぞ。みんな守ってくれない。来い、奪え。行くぞ、いただいていく。ヘリスラ、食らえ。行くぞ、奪え。奪えぞ。ヒントだ。さすがはリーダーだ。めまい状態の敵がいるな。今のうちに追い込んでしまえ。相手は格下だ。疾風属性の攻撃で倒せ。ヘリスラ、食らえ。ジョーカーが恐怖で怯えちまってる。このままじゃ動けないぞ。招待ルシファー、食らえ。おっ、すっげえな。いい動きね。負けてられない。頼む。うん、分かった。これでしょ。バトンだ。任せろ。なかなか手強いけど、このくらい。来い、いただいていく。いいぞジョーカー、スキルヒントだ。ジョーカー、いい調子ね。もらった。返しのだな。サポートするよ。加減が効かねえか。格下のくせに厄介だな。行くぞ、奪え。Take it!
爆裂で追撃だ。来い、食らえ。ジョーカーのスキルがヒット。任せて。こういう時はセルトだ。踊れカルメン、ゲットレディ。カルメン下だな。火炎は効かない。注意な、あいつは待ってて。危ない。ガチだからね。カルメン見事だ。ナビセルトだ。食らいなよ。ゲットレディ。えい、敵が力を届けるみたい。ゲルク変化に気をつけて。踊れカルメン、アンサーが華麗に回避。行くよアンサー、華麗につなげたな、うん、カルメン、どんどん行くよ。どうか見てよ。ここやれやれ、到着したか。ようやくかよ。行こうぜ。だいぶ上まで登ってきたな。ここは屋上かな。強いやつだぞ。ヒーローアキラに歯向かう愚か者ども、この雷で消し済みにしてくれる。頼んだよ。了解だ。アルさん、敵の攻撃が来る。俺が来た。みんな備えて。打ち破れバルジャン。現れろエルソナ。スキルの炸裂だ。もうやるな。手間かけた。バルジャン、いいサポートだ。俺が決意の姿だ。現れろ。一気に終わらせる。エルソナ、物理も効かないし反則だろ。そんな、お前ならやれる。分かった。ゲット、カルメン。俺も続くぜ。エルソナ、アンサー華麗につなげたぜ。踊れカルメン、もんよ。ペルソナ、ガチだからね。ゲットレディ。やつは俺がやる。強敵だな。気合入れていけカルメン。ゲットレディ。アンサーのスキルが決まった。やった、見てた。ゲットレディ、気力が少ないよ。ガチだからね。踊れカルメン。炎上する敵がいる。真空か炸裂で追撃だ。エルソナ、強敵だぞ。弱点の真空を狙ってけ。行くぞ。来い、いただいていく。やつは俺がやる。ヘルソナ、それ飛び乗れそうだな。うまく使えば敵を翻弄できるぞ。ヘルソナ、いいぞ。スキルヒット、さすがジョーカー。ジョーカーだ、いくよ。ヘルソナ、褒めてもいいぞ。来い、食らえ。ヘルソナ、行くぞ。これだ、それ、これだな、それ、これだな。電撃が効かない相手だ。しかも強い。注意しろ。ヘルソナ、行くぞ。さすがジョーカー、あと2人だ。やつは俺がやる。ヘルソナ、行くぞ。体力やばい、注意しろよ。まだだ、ヘルソナ。いいぞ、スキルヒット。ヘルソナ、見せてくれるぜ。
エレベーターだな。いや、まだ登んのかよ。すごく高いみたい。上が見えないね。なんとかと煙は高いところが好きってな。この上が本丸だろう。なら行くしかないね。みんなの願い取り戻さなきゃ。交代だ。任せて任せて。これでしょ。ゲットレディ。えい、感謝するぞ。シャドウはいないみたい。みんな、これ鳥かごか。やっぱここにもあんのかよ。それが今までのジェイルの仕組みだからな。だが、なぜこの絵にまで鳥かごがある？奴は黒幕ではなかったのか。わからねえ。だがジェイルを作ったのはこの絵自身のはず。そのこの絵がジェイルの仕組みを知らないとは思えない。ってことは自分で自分をトラウマの中に閉じ込めているとしか思えねえ。何のためにそんなことを？ジェイルを作り出すためにはそうする必要があるのかもしれない。それってこの絵にもトラウマがあるってこと？あんな自信たっぷりなやつのトラウマって想像がつかん。で、こっからどうすんだ？これを開けるには確か鍵ってのがいるんだろう？そうだ。鳥かごに触れれば鍵のありかのヒントが得られる。いいぜ、こいつに触ればいいのか。頑張って、すぐ離しちゃダメだよ。泣くなよ、おっさん。あ？うわあ！超えたな、さすが狼。天をつく洞穀とはこのことか。美しくさえあるな。お前らのんきに言ってっけど、あれすげえ痛えんだからな。静かに、聞こえてきたわ。虐待？何をバカな。ああ、うちは動物を飼ってますから。その声じゃありませんか。なあ、アキラ。誰だこの声。この絵のものじゃなさそうだけど。でも、アキラってこの絵社長の下の名前？ですが、この絵さん、あなたが息子さんに暴力を振るっているという通報がありまして、事実、アキラ君の腕に傷があるようですが。転んだんですよ。何度言えばわかるんですか。もういいでしょう、帰ってください。このクソガキが余計な手間をかけさせやがって。お前は俺の言うことを聞いていればいいんだ。だったんだ今のは。この絵の過去、やつの抱えるトラウマが再現された声だ。トラウマ？よーしゃしゃしゃ、よくやったぞウルフ。俺はお前の犬か。ったく、そういうのは先に言っとけよ。聞かれなかったから。どこかで聞いたことのある言葉だ。おめえだっつの。それより今の声、虐待って言ってたよね。この絵アキラは父親から虐待を受けていた。そんな。ひでえ話だけど、だからってあいつが許されるわけじゃねえ。そうだな、過去は過去だ。この絵が戒心を使い人々を操る危険な存在であることは間違いない。ええ、私たちが止めないと。虐待がトラウマだとして、やつは何のためにこの計画を？直接聞くしかねえだろ。あいつんとこ乗り込んでな。そうだな、
まずは鳥かごの鍵だ。現実に戻って声の場所を突き止めるぞ。なあジョーカー、この絵は自分の親からひどい扱いをされていたのか。善吉と茜も仲は悪かったが、そんなことはしてなかった。なぜこの絵はそんな目にあった。家族なんだろう。つまりそういう人間もいるのか。ジョーカーは家族を大切にしたいと思うか。なるほど、ジョーカーにとっては当然のことなんだな。私は家族や仲間ができたら一生懸命支えたい。私はそれを怪盗団を見て学んだ。この絵はどんな気持ちでいたんだろうな。おい、二人ともそろそろ行くぜ。ごめん、引き止めた。行こう、ジョーカー。おい、仕事の時間だぜ。着いたぞ、ここだ。これが、この絵アキラの実家？トラウマで聞いた父親はまだ住んでいるのだろうか。いや、20年前に死んでる。え？この家で起きたある事件の捜査記録が残ってた。この家の父親はこの家に押し入った強盗に刺されて死亡している。むごいな。金目のものが消えてたんで強盗殺人事件として捜査されたが、犯人はまだ見つかっていない。その時この絵は一緒に住んでたんだよな。当時8歳だった少年、この絵アキラだけはクローゼットに隠れていて無事だったそう。ここでこの絵のトラウマが見えるってんなら事件の真実もわかるかもしれんな。あ、そのために俺たちはここまで来た。キーワードを入力するぞ。全員突入に備えてくれ。ここはあの家の中か。おそらく20年前のな。うわ、なんか出た。あれはこの絵の父親。このクソガキ、誰のおかげで飯が食えてると思ってんだ。ただ金を減らすだけの脳なしが。やめて父さん。
口応えするな。おら、誰か助けて。ダメ、見ていられない。ああ、面倒なことになりそうだぜ。お前も殺しとくか。お前も。素直に金をよこしゃいいものを。どいつもこいつも俺を舐めやがって。まさかお前が母さんを。みんなのピンチを救ってくれる悪を許さぬスーパーヒーロー。さあテレビの前のみんな、一緒に正義の味方ゼファーマンを呼ぼう。ゼファーマン。なんだ、テレビつけっぱなしか。そうか、わかった。ヒーローなんかいない、誰も僕を助けない。なら自分が、僕が強くなるしかない。こいつを殺して僕はヒーローに。何ブツブツ言ってやがる。そこで待ってろ、今すぐ殺してやる。殺してやるよ。どいつもこいつも舐めやがって。死ぬか、死んどけクソガキが。こいつ、お金のために自分の奥さんを殺したの。ひどい、許せない。どうしてそんなことができるの。奪え、さっさと死ねよ。ヘリソナ、お前の母親みたいに無様に。よ、気をつけて、移動しながら撃ってくるよ。ヘルソナ、いただいていく。今すぐ楽にしてやるよ。行くぞ、嫌え。ヘルソナ、なんちゃか、ヘルソナ、そうなもん使いはないな。火力ヤバそうだぞ、正面に立たないようにな。おい、この絵のトラウマに引きずられるな。頭を冷やせ。あんなん見て平気でいられるかよ。いいぞ、スキルヒット。さすがジョーカー。来い、いただいていく。いくぞ。そういう時は攻撃が弱点だ。強敵だから気をつけろ。ヘルソナ、いくぞ。頼む。おう、任せとけ。打ち破れ。ジョーカー、攻撃力が下がってる。ヘルソナ、敵の攻撃が来る。みんなパンサーが戦線に乗つ。手当てを頼む。すまん、手間かけた。ダメ、ヘルソナ。俺が決意の攻めてもいいぞ。ヘルソナ、ウルフのスキルが炸裂だ。現れろ。ま、こんなもんやろ。ソナ、ウルフ気力が残りわずか。誰かフォローに回って。打ち破れ、バルジャン。強敵だな。ありがとう。気合い入れていけ。現れろ。やってやれ。任せろ。ほいっとな。本気だよ。ヘルソナ、任せたぜ。カルメン、ブルスの攻撃力が下がってる。ガチだから。お調査リピュート。カルメンな、頑張れない。ヘルソナ、ゲットレディ。ヘルソナ、ガチだから。アンサーのスキルが決まった。わがまま言ってメロメロ。ゲットレディ、ヘルソナ、正義の味方だ。ゲットレディ。そいつがお前を助けてくれたんだよ。お前がヒーローになろうとした理由はこれか。任せたぜ。オッケー。自分を助けてくれる人が誰もいなかったから。クラブってガチだからね。ゲンハイディン、踊れカルメン。セルトナ、これ続けないっていうのは別の属性で攻めた方がいいかも。ガチだからね、カルメン。
クルスの攻撃力が下がってる。ゲットレディ。踊れカルメン。ガスだけにね。ウルフ、体力が減ってるぞ。レディ。ペルソナ。敵が力を届けるみたい。能力変化に気をつけて。ペルソナカルメン。いいぞ。スキルヒット。いいぞ。見事だった。やらせるかよ。体がペルソナゲットレディ。こいつダメだね。気をつけろ。こういう時は緊張してる敵がいる。疾風が隠れて追撃だ。ハンサーが戦線に立つ。なん？それ、これだな。それガンガスピードの上はクズの存在で俺に逆らって。これだな。なぜ吐き気がするぜ。ヘルスラー来い。いただいていく。行くぞ。強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。ヘルスラジョーカーのスキルがヒット。ジョーカーの先生に立つ。使っとくか。早くやるぞ。決意の姿だ。ヘルソナ、お前ならやれる。任せろ。来い。食らえ。サポートは任せろ。ヘルソナ、行くぞ。来い。ヘルソナ、ヘルソナ、行くぞ。来い。気力が少ないよ。戦い方に注意して。行くぞ。奪え。それ、これだな、これだ。それ、来い、いただいていく。敵の攻撃が来る。みんな、備えて。ヘルソナ。やつは俺がやる。疾風弱点の格下だ。サクッと行こう。行くぞ。これだ、それ。来い、いただいている。ジョーカーのスキルがヒット。さすがだ、ジョーカー。フルス展開。誰か手当てをお願い。ヘルソナ、行くぞ。今でもお前の父親。お前はああやってずっと。ソフィー、全員無事だな。やられてたまるかよ。特にあんなクソ野郎にはな。この絵、アキラ。さっき見たものが本当なら。この絵、アキラは虐待から逃れ、母の仇を取るために実の父を手にかけた。そしてそれを強盗殺人に見せかけたというわけか。あいつも腐った奴にやられてた被害者だったってことかよ。あんなに追い詰められて誰にも助けてもらえなくて。だから自分自身がヒーローになろうとしたのね。改心という力を使って。こんなの悲しすぎる。絶対もっと違う道があったはず。もうやめとけ。どんな過去があろうと何をしてもいいってことにはならねえ。改心で人を操っていい理由にはならねえんだ。このまま奴を放置すればさらに被害者が増えるだけだ。それでいいのか。まあな。だがそれでもお前たちはやるんだろう。ええ、ここで断ち切らなければ何も変わらないわ。今はただ私たちにできることをしましょう。この絵を改心させることもそうだが、奴に願いを奪われた人々も救わねばな。じゃあ次は予告状だな。ああ、お前らお約束のあれか。だね。
あいつを改心させて願いも取り戻そう。よし、車に戻って作戦会議と行こうぜ。さて、予告状だが、今回はどう行く？この絵が予告状を確実に見る場所か。会社はどうかな？警備も厚いだろうし、危険すぎるわ。あれだけテレビで叩かれたんだ。どうせなら派手に決めたいな。じゃあ、また渋谷の時みたいに。あれ？つかおっさんは？野暮用だとか言ってたぞ。多分茜のとこだろ。今は二人きりにしてあげましょう。じゃあさ、予告状の話は明日にしない？なんでだよ。だってほら、善吉は新しい仲間でしょ。初めての予告状に絡んでないのかわいそうかと思って。それに茜ちゃんの件もあったし。確かに茜をキングにしたのはこの絵で間違いないだろうからな。ヤツと善吉の間には浅からぬ因縁がある。よし、善吉にも加わってもらおうぜ。それじゃあ予告状の話はまた明日だね。激しい戦いが続いたし、今日は早めに休もうぜ。っていうか、さっきからユウスケ無言じゃない？立ったまま KO されている。奇妙なやつだな、お前。カブラギ管理官。思ったより元気そうだな。取り調べをされる側になった気分はどうだった？さすがに答えましたよ。俺も年ですかね。それより新島弁護士から聞きました。彼女が割って入れたのはある人物の協力があったおかげだと。何のことかわからんな。それで私に何の用だ？管理官、あなたの力を借りたい。大和田を逮捕するために。一連の改心事件、裏で大和田も絡んでます。主犯はこの江明。奴らは共謀し、改心の力を使って悪事を働いている。その罪を怪盗団になすりつけ、事実を闇に葬る気だ。警察内部にも改心された奴がいるはずです。それもかなり上の人間が。今動かなければ取り返しのつかないことになる。管理官、お願いします。俺に力を貸してください。大和田を挙げるだけの証拠は？この絵の自白を取ります。そうすれば大和田の罪も明らかになる。果たしてこの絵が口を割るかな？奴は必ず落ちます。その自信はどこから来る？怪盗団を使い改心させる気か？それは言えません。カブラギ管理官、葵が死んだ時あなたは俺に言ったはずだ。いつか腐敗した組織を正すと。そのために時を待てと。今がその時だ。あなたの力、俺に貸してくれ。変わったな、長谷川。お前の一件で私の理事官への昇進は消えた。このままでは今の椅子も危うい。私としては汚名を返上したいところだ。お前たちを差し出せば大和田に恩を売れると思わないか？だがそれはあなたの正義が許さない。ふん。やれやれ、三日やる。そこまで言うならやってみろ。ありがとうございます。手帳は返しておく。おい、いいんですか？お前がしくじれば
私は自分の身を守ることを優先する。二度はない。忘れるな。恩に来ます、管理官。尾行しますか？無駄だ、どうせまかれる。それより急いでやってもらいたいことがある。長官の身辺を洗え。長官ですか？戦うときは徹底的にやる。それが私のやり方だ。では怪盗団はもう排除したと確かなのかね？ええ、ジェイル内で拘束しエマに監視させています。さすがはこの絵君だ。やはり君とエマの力は無敵だな。とんでもない。これも先生のお力添えがあってこそですよ。全ては我らがエマの示すままに。ところで少々気が早いかもしれんが、祝いの宴でも催さんかね。比例どころを揃えておこう。君も大いに楽しんでくれたまえ。それは楽しみです。ではまた。通話を終了しました。クズが聞くに耐えん。奴のような害虫こそ駆除が必要だ。正義の名のもとに。おっしゃる通りです、アキラ。オペレーションオラクルの実現を急がなければな。それより京都ジェイルはどうなっている？問題ありません。怪盗団の監禁を継続中です。そうか。もう一度確認するが、奴らを改心させることはできないのだな。はい、アキラ、不可能です。お前がそう言うのなら仕方ない。このままジェイルで口でもらおう。さあ、そう仕上げだ。邪魔者が消えた今、私がこの国を、いや世界を統治する。で、俺が来るのを待ってたって？お前ら妙なとこで律儀だな。怪盗になって初めての予告状なんだし、混ざっといた方がいいだろ。いや、出すだけなら何回かやらされてるし、別にそんな。それで提案があるんだけど、今回の予告状、善吉さんが書いてみない？俺が？いや、なもん書いたことねえぞ。あ、茜の件もある。この絵に善吉の怒りをぶつけてやればいい。そりゃやつは許せねえが。じゃあ予告状は決まりだな。あとはどうやって出すかだ。決まりなのかよ。テレビで散々言われたからな。こちらもテレビってのはどうだ。敵と同じ方法もな。ネットで生放送は？インパクトがな。本人に直接渡しちゃうとか？確実に捕まる。どう思うよ。決め手に欠ける感じだな。ねえみんな、あれ、あれは飛行船？今時珍しいね。霊言暴言号、日本で唯一の現役飛行船マディス社がエマの宣伝のために飛ばしてるそうだ。マディス社が？大阪上空を毎日のように飛び回ってるらしい。ふん、そうなんだ。ってことは、ニッヒッヒ、決まりだな。よし、